サビ色猫は、インド南部とスリランカに生息する極小型の猫である。体長は35から4 8トル、肩高20から2 5トル、尾の長さは15から2 5トルであり、体重は約1 5キログラムしかない。メスの成獣の体重は1キログラムかそれ以下しかなく、黒足猫と並んで世界最小の猫である。毛皮の色は、 灰色で背中と脇腹の前面にサビ色の反転がある。一方下腹都市市の内側は白く大きな黒い反転がある。スリランカの個体は反転がほとんどない。厚く体長の約半分の長さがある尾は体よりも色が濃く反転は少ない。金縁種のベンガルヤマネコと比べても非常に小さいのが特徴である。交際は灰色味の茶色あるいは 琥珀のような色で耳は丸っこい。インドのサビ色猫は主に熱帯紅葉樹林や乾燥した草原に生息するが、スリランカでは熱帯雨林の方が生息地として好まれている。この違いの理由は熱帯雨林を生息域とし、スリランカにはいないベンガル山猫との競争の結果であると考えられる。サビ色猫は樹上生活を送る夜行性の猫でネズミ。 鳥、トカゲなどを主な餌とする。性格は有効的で陽気であり、また子供は人に慣れやすいため、ペットとして人気がある。地元の人の食料として狩りの対象となっている地域もある。野生での繁殖修正はよくわかっていない。飼育下では妊娠期間65から70日、一度の出産で2から3匹の子を産む。また飼育下で約12年生きる。 サビ色猫は絶滅の危険性が非常に高いとされ、国際自然保護連合のレッドリストにも登録されている。ありがとうございます。